アズムはフランスのサジェム社が開発した通常爆弾を精密誘導兵器にする装置である。アメリカのジェーテムに相当するがロケットモーターで加速する点が異なる。1997年に兵器総局が国際入札を行いサジェム社が選ばれて2000年に開発契約が結ばれた。アズムは通常爆弾の前後にキットを取り付けて精密誘導兵器にするものである。 全部誘導キットには小型の前、翼とソーダ翼が前後に並び内部に誘導装置が収められている。後部誘導キットには折りたたみ式の主翼とロケットモーターが付いている。弾頭に用いる通常爆弾の重量によってアズム1 2 5とアズム2 5 0の2種類に分かれる。アズム1 2 5は万125爆弾やマーク。 八十一二百五十ポンド爆弾を使用し、アズム二百五十は、バン二百五十爆弾やマーク、八十二五百ポンド爆弾などを使用する。誘導方式は、常用型と精密全天候型の二種類がある。常用型は GPS 誘導と完成誘導の組み合わせである。精密全天候型は、常用型の終末誘導に画像赤外線誘導を付け加えて、 命中精度を向上させたものである。最大射程は高高度からの発射で5 0トル低高度からの発射で1 5トル命中精度は常用型が半数必中回1 0ル精密全天候型が半数必中回1ルである。2007年から引き渡しが始まり、ラファール F2 で運用が開始された。2008年にはアフガニスタン紛争において、 ラファールにより初めて実戦で使用された。フランス軍は常用型1500発と精密全天候型戦5 0 0発を導入する予定である。アズム2 5 0と3種類のシーカー発展型として、弾頭に使用する通常爆弾の重量を増やしたものや、セミアクティブレーザー誘導型、貫通型、対レーダー型、対艦型などが研究されている。ありがとうございます。